みなさんこんにちは。旅が大好きなラブポートです。G'day, it's Love Port, the travel lover. 今日は中央区江東区のカフェをはしごしてきました。東京って全部で13路線地下鉄があるそうですね。便利ですよね。Getting around in Tokyo can be a little bit tricky because there are 13 metro lines. 最初に向かったのは東京シティエアターミナル T-CAT にある中華料理屋さんです。I headed to a Chinese restaurant in Tokyo City Air Terminal.リューホーという中華屋さんですが、私もここ20年近く通っているところです。I always come here for specific ramen noodle, and it's been nearly 20 years since I started to come here. これです、これこれ。エビの担々麺、麺固め、スープ濃いめ、辛めで頼みます。This is a dandan noodle. It's a little bit spicy, but very tasty with sesame paste soup. シングルオーはシドニーのサリーヒルズに2003年にオープンしたカフェです。私はメルボルンマニアですが、シドニーも時々行っていたので、こちらのシングルオーも伺ったことがあります。こちらはこのタップでコーヒーがいただけるっていう珍しいカフェですね。Single O is actually from Surrey Hills in Sydney, and I've been there. And this one just opened up in October 2021. 実はメルボルンの昼間のパブで、なぜかシングル O のセールスマネージャーさんのお兄ちゃんと言っても私と同い年なんですけど、とたまたま会ってお話ししてすごくいい印象の方だったので、なんかこのカフェにもいい印象を持っています。チャンネル登録してね。さて次は新大橋を通って隅田川を渡って江東区に向かいます。昔ね、この近所に住んでたの。懐かしい。ここね、私が20代前半の時に住んでたし、うちの姉もね、近くに住んでたの。懐かしい。ノラクロくんってありましたよね。あの作者さんが住んでいらっしゃった場所にちなんで、ノラクロー堂というらしいです。This is called ノラクロー Road, and it's after the character, comic book character.And the author used to live near here. こんな10円ゲーム機まであって、やればよかったですが、なんか恥ずかしくてやりませんでした。10円でした。そしてこの日最後に行ったカフェは清澄白河にあるイキというカフェです。こちらはニュージーランドのトップバリスタさんから技術を学んだ方がいらっしゃるカフェだそうです。ですから今日はオーストラリアとニュージーランド、オセアニアのテイストが入ったカフェに来たっていう感じですね。
there were many varieties of treats in the showcase. How exciting! こちらのカフェにはペットも連れてこれるようでして、この見えているテーブルのところにはワンちゃんを連れたカップルがいらっしゃってましたよ。江東区も私が住んでいた10年以上前の頃はこんなおしゃれな場所はなかったんですが、空き家になったウェアハウスなどを改造してこのようにおしゃれなカフェが増えているみたいですね。 If you love coffee or nice cafes, it'll be a great area to walk around. I'm sure I'll be back to explore a little bit more.The owner of this cafe was trained in New Zealand, and the food was nice and coffee was so tasty. I loved it. この日の江東区のお散歩はこのような感じでした。以前に比べておしゃれなカフェが本当に増えているようなので、なんか下町チックな感じとおしゃれなニューな感じと楽しみに行くのはいかがでしょうか。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんのおすすめのカフェもコメント欄で教えてください。 Thank you guys for watching. See you next time.